虫あるあるベスト5。どうも、サッシュです。今日の動画の内容は、あ、ちょっとお待ちください。はい、どうもどうも。私ですね、現役の看護師をしておりましてですね、今日は看護師あるあるベスト5行ってみようと思います。早速行ってみましょう。第5位の発表です。飲酒と喫煙率意外と高い。やっぱストレスがたまるせいかですね、飲酒と喫煙率は意外と高くてですね、男性に限らず女性もやっぱお酒飲んでタバコ吸うっていうのがね、飲み会などでもよく見られますね。続いて4位、手の洗いすぎで手が砂漠地帯。ナースに限らずこの職業はとても手を洗う機会が多いんですよね。もうね、本当に手がガッサガサになりますね。特に女性は家帰ってからも水仕事があるので本当大変だなぁと感心します。ご苦労様です。折り返しの第3位、ゆっくりよく噛んで食べるように患者さんには言うくせに自分はめっちゃ早食い。誤嚥リスクが高いんでゆっくり食べてくれって言ってるんですけど、みんな早いんですよねって言ってる自分もめっちゃ早食いなんですけどね。いよいよ第2位の発表です。可愛いおじいちゃんおばあちゃんに癒される。患者さん、ましてやね、年上の方に可愛いなんて言ったら失礼なんですけど、でもね、やっぱり癒されますね。可愛いおじいちゃんおばあちゃんはね、神ですね。いやー、可愛いって思ってもらえるおじいちゃんになりたいです。それでは1位の発表です。ドラムロール。第1位は看護師ベストセラーは翌月の勤務表。今回1位に輝いた翌月の勤務表ですけども、まあこれ多分世の中の看護師さんは、まあ、みんな次の月の勤務表をもう穴が開くほど見るんじゃないかなって思いますね。やっぱ気になりますよね、次の月の勤務表は。どうしても何回見ても変わんないですけどね。